今回のテーマは徳川家康と武田勝頼が攻防を繰り広げた高天神城の戦いについて図解します。永禄3年桶狭間の戦いで今川義元が織田信長に討たれると、武田信玄と徳川家康は今川領へ侵攻を開始。今川氏配下の高天神城主の小笠原氏は徳川方についた。高天神城は徳川氏の城となった。元亀4年甲斐の武田信玄が死去、後を継いだ武田勝頼は信玄が成し得なかった遠江の占領を目指し、その初戦として高天神城を攻略目標とした。徳川家康としても高天神城は遠江の重要な拠点であり、本拠地浜松城の防御にも影響を与える重要な位置にあった。武田方は対徳川の前線拠点として諏訪原城を築城。この諏訪原城が高天神城攻略の武田軍の補給拠点となる。天正2年5月、武田勝頼は2万5000の兵を率いて出陣。小笠原氏助がこもる高天神城を包囲した。小笠原氏助は徳川家康に援軍を求めた。徳川家康は信濃方面からの武田軍の侵攻に備えるため十分な兵を送ることができず、織田信長に救援を求めた。高天神城は北から東にかけて急峻な崖があり防御力が高い。一方西側は傾斜が緩く、そこを突かれて武田軍に攻め込まれた。5月下旬には武田軍は城を包囲すると攻撃を繰り返し、6月には道の奥るわや西の丸を制圧した。武田勝頼は城への攻撃を仕掛けつつ調略も行っていた。6月17日城主小笠原氏助は城兵の除名と1万貫の所領を条件に城を開城し、高天神城は武田氏の城となった。開城に際して城の兵はどちらかにつくかは各人の意思とされたが、軍官として城にいた大河内正親は会場に強硬に反対したため、武田勝頼の怒りを買い城内の石窟に幽閉された。大河内正親は7年後の第二次高天神城の戦いの際に救出された。徳川家康から援軍要請を受けていた織田信長であった。当時は伊勢の一向一揆との戦いに忙殺されていた。6月14日信長は高天神城を救うべく岐阜城を出発。進軍途中の吉田城で高天神城落城の知らせを聞いた。信長は救援が間に合わなかった詫びとして
黄金の入った皮袋二つを馬に乗せて家康のもとに送った。高天神城を奪取した武田勝頼は城の大改修を行う。城の弱点であった西側に横堀や土塁、堀切を整備。攻め手の進軍ルートを限定して、頭上にある曲輪から鉄砲や弓の攻撃にさらされる構造に改修した。さらに徳川から寝返った小笠原氏助を駿河に移し、岡部元信を上将として城の守りを固めた。高天神城の奪取により遠江の東側を制圧した武田勝頼であったが、翌天正三年の長篠・設楽原の戦いで武田軍は織田・徳川連合軍に大敗。徳川家康は武田に奪われていた二俣城などの城を奪還した。さらに遠江における武田軍の兵站拠点であった諏訪原城を攻略すると高天神城は完全に孤立した。徳川家康は高天神城の攻略に慎重に臨み、その拠点として馬虫塚城を修復、新たに横須賀城を築城して船舶による兵站ルートを強化した。天正五年には掛川城から高天神城への感動の抑えとして小笠山砦を改修。さらに天正六年から八年にかけて六砦を整備した。徳川家康は六砦のほかに二十箇所の城塞群を整備して城への補給路を遮断した。武田軍は城奪還のため出兵するが、兵站の拠点の諏訪原城を失っており、長期間軍勢をとどめることができなかった。さらに上杉の家督争いの影響で北条氏との同盟が破棄されると、駿河や伊豆方面で北条氏の動きに対応するため高天神城への援軍を断念せざるを得なかった。天正八年10月、徳川家康は約1万の兵で高天神城を取り囲んだ。岡部元信率いる高天神城の兵は約1000人、補給線も断たれ兵糧が尽き、餓死者も出たため、天正九年正月、城側は降伏を申し出るが、徳川家康は降伏の申し出を拒否。織田信長からも降伏を拒否するよう指示した書状が家康のもとに届いていた。援軍を送ることができない武田勝頼の主君としての権威失墜を狙った巧妙な戦略であった。
天正9年3月22日、城の兵は脱出を図るべく包囲網の襲撃を試みた。上将の岡部元信をはじめ多くの武将が討ち取られ、高天神城の戦いは終結した。援軍を送ることができなかった武田勝頼は、信長、家康の狙い通り家臣からの信用を失うことになり、これより先武田家臣団の瓦解が始まることになる。